村田蓮南寺は日本のイラストレーター、デザイナー。血液型は AB 型。代表作にラストエグザイル、青の6号キャラクターデザイン担当など、大阪府出身。大阪芸術大学芸術学部デザイン、学科インダストリアルデザインコース中退。2000年には第34回増本、想定コンクール展において村田が企画したコミックフラットが、 日本書籍出版協会理事長賞を2004年には第38回増本想定コンクール展において自身2作目となる画集フューチャリズムが日本書籍出版協会理事長賞を受賞また2006年には第37回成運賞を受賞しておりイラストレーターとしての技術が評価されているそういった村田の描くイラストは独特の雰囲気を持つと ライターの伊藤正宏は表している。2013年からは、京都聖火大学漫画学部、キャラクターデザインコース教員としても活動している。また、同人サークル、パスタ、SS タブを主催しており、担当した作品のイラスト集やデザインにこだわった、オリジナルグッズを発表している。シーナ優は後輩であるという。カーデザイナーに憧れていたため、 大学ではデザインを専攻するも、村田が目指していたレトロなデザインは、実現が難しいということを知り、中退。その後、アトラスの格闘ゲーム、豪傑寺一族シリーズのキャラクターデザインなどの、アルバイトからの入社を経て、フリーのイラストレーターへと移り、周りの影響から、導人活動などを始めるようになる。パスタ、SS タブ、の同人サークルで発表されるイラストや、同時に、 商業誌で手掛けたカバーイラストは熱心な指示を得る。描き出すキャラクターの魅力に加え、同時に描かれたアクセサリーや衣服の質感、デザインに注目が集まり、FA 宣言を契機にオリジナルデザインのグッズ群を RM レーベルで生産するに至り、現在、イラストから、被膚、バッグ、時計、ブーツといったファッションデザインへと活動の幅は広がりを見せる。 クラシックカメラや時計の収集家でもあるようで村田の描き出すデザインはどことなくレトロで過去の優れた工業製品へのオマージュでもあるような雰囲気を持つ。ありがとうございます。